はい、皆さんこんにちは。静岡 AR96 クロスケです。今日はですね、 SR01 のフィールドテストということで、こちら01と、それからですね CB1 ジュニアとの送受信性能の比較を行ってみたいと思います。こちらは静岡 AR96 現在 CB1 ジュニアにて送信中、 CB1 ジュニアにて送信中です。しばらく無変調送信いたします。はい、無変調時と変調時それぞれのレポートをお願いいたします。無変調時と CB1 ジュニアにて送信中です。しばらく無変調送信いたします。無変調時と変調時それぞれのレポートをお願いいたします。無変調時と変調をかけた時のそれぞれのレポートをお願いいたします。どうぞ。静岡 AR96 こちらは浜松の130です。こちらからのレポート、変調時 3.5、 変調時 3.5 ぐらいですね。 3.5 程度。無変調時は5と3、 5と3、無変調は5と3、53です。どうぞ。はい、了解しました。無変調時が S3 ぐらいで、変調かけると S3.5 ぐらいということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。浜松 MO130 局、こちらは静岡 AR96 現在 SR01 SR01 から送信中です。現在 SR01 SR01 から送信中です。しばらく無変調を送信します。はい、無変調送信しました。いかがでしょうか。無変調時と変調をかけた時のレポートをそれぞれお願いいたします。どうぞ。静岡 AR96 こちらは浜松 MO130 です。変調時、5と4、54、ピークで55、変調時5と4、54、ピークで55、無変調時が、53.5 です。どうぞ。はい、了解しました。はい、というわけで2台のリグを比較してきたわけなんですけれども、CB1 ジュニアについてはですね、現在最強の性能を有しているということはもう皆さんねご存知の通りかと思いますけれども、一方で SR01 もですね、CB1 ジュニアに負けないくらい深くていい変調だというところがね、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。SR01 については筐体が金属であるということや、アンテナのローディングコイルが筐体の外側に出ているということも、飛びの良さに一役買っているんではないかなと思います。一方でですね、先日 CB1 ジュニアの制作者である福岡 AB182局さんと、eSPO QSO ができたわけなんですけれども、その際にですね、182局さんは CB1 ジュニアマーク2をお使いだということで、いや非常に強力で、深くていい変調でね、届いてきたもんですから、はい、こちらもまだまだね、進化していくんじゃないかな、非常に楽しみに思っている次第です。はい、あと受信に関してはですね、今回ちょっとまあ信号強度が強くて、ギリギリの受信性能っていうのがあまり比較できなかったものですから、こちらについてはですね、また後日場所を改めてもう少し、信号強度の弱いところでね、ギリギリの受信性能がどんなもんかっていうのを、詳細に比較してみたいと思っています。以上、静岡 AR96 クロスケでした。